ありがとう、ありがとうございます。もうねマイクなしのあの何ですか、2メートルぐらいあったじゃん、あの距離、あれがなくなって、そうあのアクリルじゃ、なんで、あ、シートはあるんですけど、そう、疲れ、ありがとうございます。もう距離的なものはもうほんとシートだけで、本当にもう、そうそう、実際にマイクとか通さずにも聞こえるぐらい声が、そう、めっちゃ近いです。楽しかった、ありがとうございました。私はマスクはしてませんね。アクリル板っていうか、なんかアクリルシートみたいなやつ。ありがとう、ありがとうございます。うん、なんかね、もうね、声もそんなあの張らなくても全然普通のトーンで喋って全然聞こえるぐらいな感じで、だからありがとう。そうなんです、今日の服可愛すぎない？今日ねこんな感じで、じゃんじゃん、ワンピースなんですけど、なんかじゃん、お風呂場でやってるっていうね洗面所本当ありがとうございます。いいねもありがとう。黒にこのなんかちょっと透け感のあるシースルーな感じの、そう、かわいい、似合う、ありがとうございます。ワンピースです。パーティー行ける洋服だね確かにパーティー、パーティーね、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう、なんかこういう感じのお洋服流行ってるのかな、なんかね、こういう上からこうなんかキャミワンピみたいなの着て、上からこういうなんかちょっと透け感のあるのを羽織る感じ、なんかよく見かけます、かわいい。いい感じ、トレンドなのかな、だからあんまりタレントとかネックレスしてない、してない、なんかこれがあったけん、そう、なんか可愛くてしてないです。寒くない、や、私もねそれをなんかちょっと心配しとったんじゃけどね、そう、あの会場はそんなに、そうそう、寒くなくって、どうもありがとうございます。明日もね同じ会場で、あの ST48 祭があるので、ライブと、そしてあのお話し会、わっパワーもらった、ありがとうございます。ハッシュさん、これ何？クマ、クマクマー、かわいいピンクのクマもらった。
ありがとう。え、母の日？あ、母の日。え、ちょっと待って。あっちにある。うん。微妙な口笛って書かれた。口笛得意なんですよ。戻ってきた。でね、このね、なんか音鳴ってるよってのはね、スマホリングの音なんですよ。カバーについて。やばい、ちょっと毎度のこと足で挟もうかな。すいません、ごめんなさい。ちょっとやばい、こんなんでできた。やばい、懐かしの。カーネーション？かわいい。カーネーション描くのもむずくない？やばい。やばい、頭からね、なんかお姉ちゃんがさっきからずっとね、なんかね、トルネコ見ててさ、頭からその音楽が離れない。てんててん。てんてんてん、やばい、頭から離れ、やばい、ちょっとカーネーションが下手すぎて。あ、膝立てよう。あ、やばいやばいやばい、明日はね、生配信放送じゃないや、ライブの配信もあるので YouTube ぜひ見てください。現地に行けないよって方も。13時半、現地で YouTube 見ます。見ながらダブル配信で見るよ、見てね。やばい、目が。
できた。じゃん。じゃん。ハッシュさん、ありがとうございます。なんか体が未完成だったわ。ちょっと待って。なんか、あれ？欠けてる、欠けてた。ありがとうございます。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃん、カーネーション。今日の服でジロー行ってほしい。絶対イケメンなんじゃけど。なんかさ、ラーメン食べに行くときはさ、なんか飛び散っても大丈夫な服。ありがとうございます。ハッシュさん、歩き方、え、これは違うんで、膝ついとんよ、差し出しとる感じ。はあ、膝ついてる。かわいい、ありがとう。紙エプロンもらい、いやさ、この間ね、東京行った時に、一人で日高屋行ったんですよ。で、日高屋って広島で見ないの。だから、日高屋にずっと行ってみたくて、日高屋行ってみたんですけど、なんか辛いラーメン食べたんですよ、日高屋の。で、そう、辛いラーメン食べたんですけど、その時真っ白な服着てて、私、チゲ味噌ラーメン、それが、それ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 、味噌でさ、そう、カウンターでね、食べたんですけど、その白い服着てたからさ、でも何もなくてさ、飛び散るのも嫌だからさ、自分で持ってた、何ですか、ブランケットをこうやって首に巻いて、ほんと貴族みたいに貴族みたいにブランケットをこう体全体に巻いて、うん、ラーメンすすりました。ありがとうございます。でもね、めっちゃね、安いの。いいな、ありがとうございます。そう、お安い、お手頃価格、 お値段がそう、優しい。ありがとう。そんなに辛くない。しかも、なんかタッチパネルで頼めるけん、いい感じ。ありがとうございます。美味しいよ。ありがとう、ありがとうございます。そう、日高屋って東京だけなのかな、わかんないけど。千葉にもある、関東なのかな。広島そうないよ。そうなんだよ。種類豊富ラーメン。あ、でも関東圏なんですかね。ありがとうございます。初めて聞いた？美味しいよ。行きたかったの？うん、行きたかった。なんか関東行ってラーメン屋さんとか行きたいんですけど、なかなかね。あれ行きたい、
なんだっけ、北極ラーメンがあるとこあ、蒙古タンメン、え、そう、あ、中本、中本、それそれそれ、行きたい。なんかウーバー、ホテルでウーバーで頼んだことはあるんですよ、北極ラーメン。そうじゃなくて、でもお店に食べに行きたい。平気？辛かったけど、まあ、あ事故るとこだった。変な声出た。麺と汁別々でくる、伸びるからね。カップ麺あります。食べたことあるよ。納豆入れると美味しいんだよね。あ、サンライナーさん、ありがたわ。タワー、ありが、クマタワー、まあ、ありがとうございます。ちょっと待って。あー、どうしようかな。同じ熊の絵になっちゃうから、なんかそうだな、考えてる風で考えてない、考えてますよ。ラーメン、クマラーメン、クマが食べるラーメン、今日はね、3期生もなんかグループっていうか、みんなでお話し会みたいな感じでね、そう、3期生もいましたね。そうなんですよ、なんで今日は ST4 でいうと全員、そう、14人で、え、今48、なんかさ、この間さ、そのピースストックのなんか会見の時に、島谷ひとみさんと
ご一緒させていただいた時に、今 STU48 は何人いるのかなっていう風に聞かれて、私ドヤ顔で、なんと今48なんです、48人。私あのよくそう聞かれるんですけど、48って答えれるのめっちゃ嬉しくて、48人、48なんですよそう、いやそうすごいよ、すごいことですよね。ありがとう、あのこの お花かけた。あとちょっと待ってね。できた。よいしょ。じゃーん。うまいかも。サンライナーさん、うまくないこの絵。ありがとうございます。左利き、え、ほんまや、気にせなかった。キスだって左利き、面だって左利き、ずる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 。ありがとうサンライナーさん、それもありがとう。すすってます、ありがとう。キラーン、立ち食いラーメンなさそうだけどね、そばはあるけど。気づいたのあなた、少し左上から、僕こういう思い出すわ、ほんとやば、エモ。はい、かわいい、ありがとうございます。僕恋リバイバル、え、僕恋ね、いまだにね全然踊れそう曲がかかれば、曲がかかれば踊れそうです。立ち位置もなんとなくみんなが いればできそう。そんなに撮ってないけんかな。ありがとうございます。
テイクレコーション。でもさ、イコールラブさんがさ12人でさ、そのポジションがあるからさ、12ポジでさ、 STU の公演は16ポジションだったからさ、手遅れコーションとかは4人さちょっと増えてるポジションなの、16人の構成で作られてるの。だからさ、なんか一列ってか、まあこう縦の列になる時とかに入らなくってさまあ奥行きがそもそも足りなくってさ、でさ、そう大変だ、ちょっとあの飛び出てたいつもそう、なんかポジションがちょいちょい、そうなの、変わってたの。マイキュー誰ポジだったの？え、マイキュー誰ポジでもなかったの。マイキューはね、あのその、あの14か15か16ぐらいのポジションだったから、名前がないポジションだったの。だからそう、そう飛び出た、いつも飛び出てた、ビヨーンビヨーンって飛び出てたの。そう、でもなんかイコールラブさんの曲はこう歌割りが一人一人こうあって、ソロみたいな感じで、ソロっていうか、なんか結構一人一人の歌割りが多いので、そう私も一人一人の歌割りが欲しいなって憧れながら、そう飛び出てたよ、ビヨーンビヨーン、あーあーとかビヨーンってちょっと飛び出てたもん入らなくて普通に。ソロパート少なめ STU、 まあ確かに人数が多いってのもあるのかな。でもさ、だからこそね、笑顔のチャンスのね一人歌割りとかめっちゃ嬉しい、マジで嬉しい。あとなんかユニットに多いかな、好きになれただけで幸せだとか、まあ、ユニット曲だったら多いかな。あんまりなんか全体曲ではあんまり、明日聞けるかな、笑顔のチャンス。うーん声好きだから嬉しい、嬉しい、嬉しいですね。ポニーテール好き、ポニーテールをほどいた君を見たようだ、二人踏切の手前で、ありがとう。息をする心のカップリング、明日は聞けるかもしれませんねあ、そろそろ壇上、ちょっと待って、アーリーさん、きなぺこさん、マサさん、ケンジさん、おっさんずサムさん、ボンちゃんさん、サンライナーさん、ハッシュさん、東京のスワンさん、ごちそうさまでしたさん、元町さん、くまねパパさん、坂道 FC さん、ありがとうございます。おやすみ、おや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 、明日も福山でお会いしましょう。そして
配信もぜひ見てね。今日の中村でした。じゃーん。おやすみ、おやすみ。また明日。キュンキュン。また明日。ラブー。バイ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 。またね。おやおや。